そろこのランチボックスの試食タイムに参りたいと思うんですが、お腹ペコペコなんです、ね、このボタンを押すと、ランチボックスがベンディングマシンから出てくる仕組みになってます。順番にボタンを押していただきます、はいはい、では皆さんも準備の方をお願いしたいんですけれども、この中には10種類のクラフト 100% パルメザンチーズに合うランチボックスが入っていて、ボタンを押すと10種類のうちの1つがランダムに出てくるようになってます。ただどのランチボックスが出てくるかは先ほども、ね、ご紹介しましたがお楽しみということで、はいはい、ではですね早速よろしいですか、はい、まずはアイブさんどのボタンでもいいんですよね、はい、迷いますよね、いろんな位置にありますので、あでもじゃあ真ん中のボタンを押します。おあらおお音が料理をしてる音、そうですね、炒めてる感じありました ね、 ね確かに出てきました、あ出てきましたね、はい、じゃあ中身はちょっと待っていて、はい、続いてではじゃあ次は私です、お願いします、おっしゃってください。じゃあ私は一番下で失礼いたします。あら、あらセクシーな胸元気をつけてくださいよ、気をつけてくださいよ、ね、あらもうすごいフラッシュの量やだいつの間に押したのか今シュッと押したわ、タイミングをね一切見計らない、そうですね、こちらです、はい、なるほど、じゃあ次はゆいさん、じゃあ私さんもあえて記者を困らせちゃおうかしら、あら後ろやだ誰も取らないじゃない、ね、じゃあここら辺にしますね、はい押します、ごとってごとって出てくる料理ができましたねはいできました、はい皆さん、はい、取り出していただきました、アイブさんでは、はい、どのランチボックスでしたか。私はパルメ豚肉とキノコのトマト煮です。それは、秋の新メニューになりますね、秋らしいですね、はい、続いておかずクラブさんいかがですか。はい私はパルメさつまいもチップスでございますね。おおさつまいもチップス、はい、はい、女の子はさつまいもが好きですからね、私はですねパルメ釜玉うどんね、ということでもう容器があったかいんですよ、熱々です、おうどんっていうのも ね、 ね皆さん違っていい、ね、スパゲティはねよくかけますけどね、そうですよね、うどんですか、うん、では実際にこのランチボックス、うん、今から皆さんに試食していただくんですけれども、はいはい、ただね試食をしてもと思いますので今日は試食レポート対決とさせていただきたいと思います。ちょっと待ってくださいよ、はい、私たち伊達にグルメロケ行ってないですから ね、 ね負けませんよ。じゃあちょっと自信ある感じですか。自信ありです、ね、じゃあアイブさん VS おかずクラブチームで、なるほどチーム戦ですね、どっちがねそのランチボックスの美味しさを伝えられるか、うん、勝負していただきます、はい、判定はクラフト 100% パルメザンチーズマーケティング担当者のチェ・ミンギュさんに直々にお願いしたいと思います。あらチェさんどうぞステージにお上がりください。チェ・ミンギュさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しい食レポを期待しています。はい、思ったより若い男性が出てきました、あれちょっとときめいてますか、大丈夫ですか。悪くないですねありがとうございます。食レポに影響するのか食べ方も、ね、青いスーツも決まってます ね、 ね素敵ですよね、ありがとうございますではいよいよ、試食タイムに行きたいんですが、アイブさん意気込みも聞かせていただいていいですか。そうですね私はずっとイメージキャラクターをやらせていただいてますし、はい、このパルメザンチーズクラフト 100% パルメザンチーズにかける思いは、お二方より強いと思いますので、言うじゃない、その美味しさをたっぷり伝えていきたいと思います、はい、ということはアイブさんもカズクラブのお二人もどちらも負けないっていう自信にみなぎってますね、はい、先には負けない負けない戦いはしないつもりだからそうねでは行きましょうか、はい、対決ではアイブさんからまずは食レポをしていただきたいと思います。はい、分かりました。では開けてみます。あトマトの中はどうなってるんですか。これはこれはね、トマト煮がそのまま入ってるんですが、見せたくてもこぼれちゃいます。そうですね、ちょっとね。開けた瞬間からトマトのすごくいい香りがしますね。食欲そそりますね。あ、確かにいい匂いしますね。これにチーズを、
お、たっぷり。蓋の方にチーズが入ってるんですね。そうなんです。なるほど。おしゃれですね。かけます。そして、さあでは実際にいただいてみますか。美味しそうですね。タレで豚肉とキノコのトマト煮、試食してみます。お願いします。お願いします。はい。いただきます。さあ今実際にいただいていますが、あゆむさんいかがでしょう。まあ、この秋といったらキノコじゃないですか。そのキノコがこのチーズとうまく絡んでとってもコクが出て美味しいですね。あと豚肉が入っているんですけど、もうプリプリしてて食べてるだけで本当元気が出てきそうな、素晴らしい食レポですね。素敵なコメント、今隣でアーってしていただきたくなるぐらい美味しそうな、あんぐり口が入っちゃうような、ね、豚肉プリプリだなんて ね元気になっちゃうだなんて、本当に豚肉食べて元気になっちゃう、ね、豚肉は栄養的にも元気にはなるからね。素晴らしい、素敵な表現だったな、すごくいい香りがして止まらない。もう本当に味もいいんですけど本当に香りも良くて、食欲をそそりますね。またあのチーズをかけた瞬間にいい香りが漂いますもんね。はい、召し上がっていただきたいです。ちょっとこの食レポの後大変ですね。ちょっとね、でもやっぱりうちでもね一番グルメと言われてるオカリナさんが、ね、今日は私がやっぱりグルメといえば、はい、グルメといえばオカリナさんですから、私ですね。ではオカリナ様いいでしょうか、はい、スタートしてですよ、いただきたいと思います、はい、では食レポお願いします、はい、私がいただくのはパルメさつまいもチップスでございます。開けさせていただきます。見た感じはですね、お芋さんの色ですね、黄色って、うんうん、ね、見せてくださいちょっと。あ、ね、なるほど。なんかちょっと一見なんかのおつまみみたいな形ですね。そうですね、すごくサキイカみたいな感じのものが入ってる、ね、例えるとサキイカなんですよ ね、 で、 すね。でも新しいチップスの形を追求してる感じがしますから、ね、すごい、ね、前衛的だよね。そうですね、前衛的ですね、完全に。早速じゃあチーズの方をかけていただいて、さつまいもの香りはすごくしますね、うん、じゃあチーズかけさせていただきますね。もうこれぐらいでいいかしら。じゃあ失礼いたします。ちょっとねすいませんね、ちょっと私あのチップスタイプをちょっとフォークで食べるのはちょっと初めてなもので、ちょっと、ね、お箸ありますか。素敵ですよ、上品ですいませんね、ちょっとなかなか出てきてくれないですね、ごめんなさいね。そうですね、かじりつくタイプで、はい。パリパリって音がしましたね、いい音が。なんかお芋のチップスって大体柔らかいものが多いと思うんですけど、これ歯ごたえを重視してて、なんかお腹にすごくたまる食欲の秋にぴったりな味なんじゃないかなと私は思っております。うん、どうかしら、ゆうぴーさんどうです。いや、その通りだと思いますよ、本当に。やっぱりね、なんでオカリナに任せちゃったんだろうっていうそうですね、すごく真面目に美味しくてもね伝わらないんですよ、表情がちょっとワンパターンなんで、オカリナさん